取り出されたデブリは茨城県大洗町にあるこちらの施設に運ばれ、デブリに含まれる物質などから事故が起きた状況などを推定する分析などが行われます。茨城県にある JAEA 日本原子力研究開発機構の大洗研究所。福島第一原発から取り出される燃料デブリはここに運び込まれて、核分裂反応が連鎖的に続く臨界を起こす可能性があるかなど分析が行われます。塊として持ってきたものがどういった化学系であるか、結合状態がどうであるか、そういう性状、細かい性状が今日ご説明されたようにですね、理解される。福島第一原発では事故で溶け落ちた核燃料、いわゆる燃料デブリを事故後初めて敷地の外に持ち出す試験的取り出しにあさってから着手、2週間ほどかけて3グラム以下を取り出す計画です。人が近づけないほどの極めて高い放射線量を放ち続ける燃料デブリ、 JAEA では今年度中に分析を終えて本格的な取り出し作業を行う際の検討に役立てたいとしています。取り出しにあたってどういったものを準備すればしっかり取れるのか、今回ちょっと掴むという方法でしたけれども、じゃあそういう切削をして持ってくるのかということに対して、一定の知見を与えることができるんじゃないか。はい、お伝えしましたように今回取り出す燃料デブリの量が3グラム以下ということになりますが、こちらです。1円玉3枚ほどということになります。一方で燃料デブリの総量は1号機から3号機まで合わせておよそ880トンとされていますから、廃炉への道のりはまだまだ遠いと言えそうです。試験的取り出しを前に双葉町の住民からは廃炉に向けた見通しを示すよう求める声が聞かれました。ようやく始まったということで、これが第一歩ですよね。あとは本格的にいつ取り出すのか、その辺のその工程表をね、ちょっとやっぱり早めに作って皆さんに流していただければ皆さんも理解するのかなと思いますね。ゴールなんかは多分見えないと思う。だから880トンのデブリが残ってるってことはそこまで取り切んないと思う。一方で今月に入り使用済み燃料プールにつながるタンクから水漏れが確認されるなど原発内でのトラブルが相次ぐ中、慎重な作業を求める声も。まずは安全に作業を進めていただきたいなということは強く思っています。そして今日はですね、県や原発周辺の自治体などが廃炉作業の進捗状況などを確認する協議会も行われています。協議会では東京電力に対して受け入れ施設までの安全な運搬の徹底や想定されるトラブルをあらかじめ検討しておくことを求めました。